こちらイギリスのサンダウンパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。アリロワイヤル前に行きそうです。ケンタッキースワロー、それに続いています。さらにはオフサイドトラップ、8番アロマチェイサー、その後ろイングランドカラーズ、後方から。では前の方から、先手を取ったのはケンタッキースワロー、2番オフサイドトラップ、2番手を追走しています。その外からキーオブラック、オレンジの帽子アリロワイヤル、その後ろシンフォニーウィンザー、そのうちに続いています。並んで8番アロマチェイサー、グランパドシアター、すぐ後ろ、その隣にサドンキャップ、スターフォルテ、すぐ後ろ赤の帽子アルハース、その後ろジュピターキング、すぐ後ろ並んで10番スウェイン。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。なんとなんと先頭はオフサイドトラップ、これには場内もどよめいています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として2番オフサイドトラップ、シングスピール、ほとんど差がありません。キーオブラック3番手、さあオフサイドトラップ、このまま逃げ切れるかどうか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはシングスピール、シングスピール先頭、あと 200m、 シングスピール先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はスウェイン、シングスピール1着、シングスピール完勝、シングスピール1着、2着はスウェイン、勝ったのはシングスピール、見事な勝利です。中京競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。アグネスワールド、好スタートを切りました。ノーブルマリリン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてノーブルマリリン行きました。アグネスワールド、これに続きます。内からはバイオパス、さらにはチャペルミンファ、黒の帽子エイコーン王、その後ろ、その外からメジロヘブン、最後方にデルタラピス。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として7番ノーブルマリリン、2番手はアグネスワールド、絶好の手応えです。アグネスワールド E1、 鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアグネスワールド、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはアグネスワールド、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はメジロヘブン、残り 200m、 アグネスワールド先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はメジロヘブン、アグネスワールド、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せましたアグネスワールド。1着、2着はメジロヘブン、これは物が違う。アグネスワールド